皆さんこんにちは、ベスでございます。シティーズスカイラインですね、今日もやっていきたいと思います。で、今回はですね、そろそろ採石場をね、また復活させたいという思いがありましてね、削ります。そのままで、もうちょい伸ばす。70ぐらいね。で、当たるんだよね。ということで、まずね、ジャンクションの整備からになりますね。ここもすごいハッピーな状態になってるんで、まずここの高速道路を、ちょっと修正していきます。でこの一番頂点の位置からまでね、まっすぐ引きたい。うん、こんな感じね。ああ、いいですね。高さ的にも。左側に逃げる道も作らないといけない。ということで、ちょっとこの車通り過ぎてからにしようか。ああ、結構来るな。
さ的にも合う。そういうことか。こっちにできちまこれでとりあえず通しておきましょう。あ、しまった。30でもあれか。まだ高いか。24にしようか。
よし、あとは。うん。ですね。ということで、ちょっと地下を通します。
と再調整。よいしょ。よし、これでできましたね。で、入り口はこれで OK なので、あとはここの高さ調整、これはまた次回の頭ぐらいにやりたいと思います。では今回はここでお別れです。
はい、というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしたいと思います。さよなら。